車の大事な部品の話、バッテリー編。あれ、エンジンがかかりづらいわ。ミツコ殿、このままだとバッテリーが上がってしまうぞ。嘘よ。本当だ。嘘よ。本当だ。じゃあ説明して。バッテリー上がりというのはだな、電気不足で車を動かすためのエネルギーが足りなくなっている状態のことだ。ちなみにバッテリーには寿命があるのだぞ。ミツコ殿、バッテリーは定期的に交換しているか？ごめんなさい、してないわ。ででん、問題。急ね。バッテリー交換は何年が目安でしょう？何よその喋り方。ブブー。まだ何も言ってないわ。正解は3年だ。今回のような突然のバッテリートラブルを回避するには3年以上使ったバッテリーは交換するのがおすすめだぞ。バッテリーは車が安心安全に走行するための大事な部品なんだ。エンジン始動、各ランプの点灯、ナビゲーションなどの電気の供給も行っているからな。大切な部分だからこそ定期的な点検が必要なのだぞ。今日みたいに急なトラブルにならないためにもな。ちなみに JAF ロードサービス出動理由はバッテリートラブルが1位なんだ。バッテリートラブルが多いのね、私みたいな人が。その通りだ。突然バッテリートラブルが起きれば予定が台無しになったり思わぬ出費にもつながるからな。だから前もってバッテリー交換や定期点検をするのが大事なんだぞ。バッテリートラブルの原因は何なのかしら。理由は様々だが、暑い夏や寒い冬はエアコンやヒーターを頻繁に使うことで電気の消費が増えるんだ。電気の消費が蓄えられている電気を上回ってしまうとバッテリートラブルとなるのだ。バッテリー交換はどこに行けばいいのかしら。三菱自動車のディーラーだ。なんかちょっと行きにくいわ。三菱自動車のディーラーに行けば車のいろんな相談に乗ってくれるのだぞ。あら、そうなの。三菱自動車の車に詳しい整備士が専用の機器を用いて点検してくれるから安心だ。バッテリー交換も失敗の心配ナッシングだ。それとだな、ミツコ殿、バッテリー交換なら純正バッテリーがおすすめだ。何よそれ。特に三菱自動車のアイドリングストップシステム搭載車にはシステム適合確認済みの純正バッテリーがいいのだぞ。耐久性と充電性能にも優れているのだ。つまり三菱自動車のディーラーに行って純正バッテリーに交換するのがいいってことね。その通り。車のことは三菱自動車のディーラーにお任せ。定期的なメンテナンスで快適なカーライフを。 Drive your ambition. Mitsubishi Motors.